少し遠くても一本打っていくチームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。アルビレックス新潟対ビファーレン長崎0対0のまま折り返します。この時間はアルビレックス新潟対ビファーレン長崎こちらの一戦をお楽しみいただきます。エスタディオヌエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。エキシビションマッチが始まりました。北澤さん 4-4-2 のシステムで今日来ているんですが2トップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、2トップだけで点が取れるというところですよね、うん、あれ2人だとうまく起点になってもう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形を作れるかという狙いはありますよね、うん、この2トップの機能なんですけれどもそれぞれにどういう役割理解戦術理解これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いはありますよね、はい。笠原柳、長崎カウンターを仕掛けます。オフサイドになります。ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね、両チームとも落ち着いた試合の入り方をしてきたなという印象ですよね。秋野、田中、秋野からエジガルジュニオ、ボールがつながる。さあ左へ預けて、もういいですね。秋野、鈴木、さあカウンターを仕掛けます。